皆さんこんにちは。日本屈指の名役者タレントでおなじみの久本雅美さん。久本雅美の肉欲に飢えた身体がやばい、芸能界を生き残るマチャミが、そう中黒学会勧誘を繰り返す現在について紹介します。まずは久本雅美さんの経歴とプロフィールから紹介します。久本雅美はタレント女優です。1958年7月9日生まれ、大阪府出身です。 A 型です。妹はタレント歌手の久本智子です。劇団東京ボードビル賞出身です。劇団ボードビル賞を経て1984年6月は母本舗を設立しました。現在日本テレビメレンゲの気持ちやヒルナンデス、TBS ぴったんこカンカン、駆け込みドクター、運命を変える健康診断など数多くの番組にレギュラー出演しています。また女優としても TBS 課長さんの役年や神さんの悪口、男嫌いのほか2時間ドラマや映画でも活躍しています。マチャミの愛称で知られるタレント久本雅美さん、創価学会員の広告等としても有名ですよね。そんな久本雅美さんですが、会員への勧誘を断ったことで干された芸能人がいるという噂が出ているようです。久本雅美さんは1984年に創価学会に加入し、それ以降熱心に活動を続けています。選挙活動の場に顔を出すこともありますね。ネット上の噂では共演した芸能人らに創価学会や創価大学への勧誘も行っていると言われています。久本雅美さんがここまで熱心に活動する理由について見ていきましょう。しかし友人に誘われて創価学会へ入会して間もなく、タモリさんが司会をする番組へレギュラー出演が決まり、この新人がすごいとのめり込んだそう。さらに1992年1月には創価学会の新春幹部会の席で創価学会名誉会長の池田大作さんに出会い漫才を披露。さらに信仰し学ぶ会員として熱心に活動するとともに、レギュラー番組も笛まちゃみの愛称でお茶の間から人気を得る存在となっていきました。そしてタレントとして活動する一方で、創価学会を母体とする公明党の選挙運動にも力を入れていた久本雅美さん。まず久本雅美さんが欲したと言われる芸能人一人目は加藤春彦さんになります。イケメンでトークもできるタレントとして人気だった加藤春彦さんですが、2007年頃からテレビ出演がなくなりました。それまでレギュラー出演をしていた相乗りや洞窟奇想天外が放送終了となり、それ以降は表舞台から消えてしまっています。この加藤春彦さんが芸能界から干された理由に久本雅美さんが関係していたという噂が出ていました。実際相乗りで久本雅美さんと加藤春彦さんは共演しています。この時しつこい勧誘を受け、加藤さんは拒否したため干されたのではないかという疑惑が出ていたようです。しかしその後も久本雅美さんと加藤春彦さんは県民賞などで番組共演をしています。あまり干した張本人と番組共演をするということは考えられませんよね。そのためただの疑惑でしかないと思われます。干された芸能人2人目に女優の杉田香織さんが噂されています。杉田香織さんは元創価学会員でしたが、途中で脱会されています。すると脱会後より創価学会から嫌がらせやストーカー行為をされるようになった内容を2005年に出版した暴露本に掲載。すると教団の暴露をした裏切り者として芸能界から追放されたといいます。またこの件に久本雅美さんが関わっていたという噂が出ていたようです。しかしどこまでが本当かは分かっていません。続いて干された芸能人として畑陽区さんの名前が挙がっています。2004年頃にエンタの神様でギター侍としてブレイクした芸人畑陽区さん、一時は最高月収2800万円もあったという売れっ子でしたが、久本雅美さんの勧誘を断り仕事が激減したと言われています。しかしいわゆる一発屋の芸人は多くいますので、本当に久本雅美さんの勧誘があったのか仕事に影響していたのかは不明です。干されたタレントとして若槻千夏さんの名前も挙がっていました。若槻千夏さんは2005年から2006年頃に
メレンゲの気持ちで久本雅美さんと共演。この時久本さんからの勧誘を断ったことでメレンゲの気持ちを卒業することになったと言われています。さらにタレントとして人気絶頂の最中、2006年の23歳の時に芸能活動を休止しています。これも久本雅美さんの勧誘を断った影響という憶測の声も出ていたようですね。しかし若槻千夏さんは当時過酷なスケジュールを1年間送っており、夜2時に終わり朝4時に出発するという生活を送っていたそう。その結果体がボロボロになったことで芸能活動休止を決めていたそうです。そのため久本雅美さんの勧誘の影響とは別の理由が大きく関係していたようですね。次に久本雅美さんに干された芸能人として現極楽とんぼ山本圭一さんの名前が挙がっています。2006年7月に未成年への淫行で10年間にわたり芸能活動休止へと追い込まれた極楽とんぼ山本さん、この不祥事の裏事情として久本雅美さんが学ぶ会員の少女をけしかけハニートラップを仕掛けたという噂が出ていました。発端としては当時バラエティ番組いきなり黄金伝説で久本雅美さんと共演していたココリコ遠藤さんがしつこく勧誘をされていたようです。困ったココリコ遠藤さんは兄貴と慕っていた極楽とんぼ山本さんに相談すると、極楽とんぼ山本さんは番組プロデューサーへ久本雅美さんを番組から降板をさせるように頼み込んだそう。このことを知った久本雅美さんが激怒し、極楽とんぼ山本さんへハニートラップを仕掛けたという噂が出ているようです。久本雅美さんが学会勧誘していたところを極楽とんぼ山本さんが注意したことで芸能界を追放されるに至ったと言われているようです。ただこれらのハニートラップ説は証拠となるような情報がないため真偽は不明で、あくまでただの噂話になります。久本雅美さんが干した芸能人にうっちゃんなんちゃんの内村照義さんの名前も出ていました。発端は創価学会の信者でもある芸人のモンキッキーさんの後輩芸人への無理やりな勧誘だったといいます。これを見るに見かねた内村照義さんが止めに入り怒ったそう。するとモンキッキーさんは久本雅美さんに泣きつき、久本さんは激怒。これらの騒動で人気番組内村プロデュースは番組終了へと追いやられたと噂されています。このように創価学会の圧力があったという噂があるようですが、明確な情報源なくどこまでが本当なのか真偽は不明となっています。下ネタを交えた軽妙なトークで人気を集め、数多くのバラエティ番組に出演する反面、女優としてシリアスな役もこなします。吹越満さんと久本雅美さんが別れた理由がヤバいと噂になっています。吹越満さんが久本雅美さんと交際していたのは、吹越満さんが現在の所属事務所ではなく和母本舗に所属していた頃のことでした。同じ劇団で同じ夢を志す者同士、意気投合し交際に発展し苦楽を共にしてきた仲だったのですが、突如その仲が壊れてしまいます。1994年の出来事だったのですが、突然吹越満さんから久本雅美さんに対して別れを告げる告白があり、そのまま破局しました。突然の出来事に呆然とするしかなかった久本雅美さんだったのですが、ちょうどその頃から久本雅美さんに無言電話が頻繁にかかってくるようになりました。吹越満さんの突然の別れの告白に憔悴しきる間もなく、昼夜問わずかかってくる無言電話に恐怖心を抱いた久本雅美さんでしたが、1994年12月24日に吹越満さんと広田レオナさんが結婚したことで、久本雅美さんの中であの無言電話の主が広田レオナさんではないかという疑惑が確信に変わりました。大好きだった彼氏を略奪された上に結婚までされてしまい、そのことだけでも相当なショックだったはずですが、久本雅美さんの心の中には広田レオナさんに対する恐怖心が日に募っていったようです。さらには吹越満さん本人からも久本雅美さんに対して妻への嫌がらせをやめるようにという全く身に覚えのない内容の電話がかかってくるようになり、久本雅美さんは完全にトラウマ状態になってしまいました。
最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。